大雨の被害が出た熊本県をはじめ九州南部では引き続き雨の降り方警戒が必要です。現在の雨雲の様子ご覧ください。もうすでにかなり活発な雲が鹿児島県や宮崎県の南部にかかってきました。で、今日は梅雨前線この後さらに北上していきまして熊本県でも再び強い雨の降る可能性があります。今日の雨雲の動きご覧いただきましょう。この後なんですけれども西から進んでくる活発な雲が次々と流れ込むといった形になりそうです。時間雨量にしますと30ミリ以上、場所によっては50ミリを超える可能性があります。特に夜にかけてかなり強い雲が次々と流れ込んで雨量がさらに増加する恐れがあります。地盤が広い範囲で緩んでいますので、土砂災害や河川の増水には引き続き警戒が必要です。でまた避難の行動について、まとめてみました。左側こちらはまだ事前の行動ができる場合の対処の目安となります。安全な場所に避難される場合、避難所などに行かれる場合は複数人で行動してください。またこちらは実際に雨が降ってきて周りが危険になってきた場合です。外出が困難な場合は山や崖から離れられるようになるべく高いところですとか斜面から反対の部屋で過ごしていただく、そういったことで万が一土砂崩れが発生した場合も人的被害を最小に抑える、そういった対策を取るようにしてください。